して札幌の前線には小柏もいます。サンタグラフから中山、前原、エリア内3人、クロスが入ってくる、サンタだ、こぼれた、シュートだー、追いついた、滝雄太、富山から清水に復帰後、これが初ゴール。平岡監督の起用に応えました。清水エスパルス2対2同点。やっぱここですよね、このクロスに対してボックスにかける人数、先ほどあの中山がクロス入れようとしたところは入ってこなかったんですけど、ここは全体でこう厚み持てますから。